はい、大阪、道頓堀すぐ近くまで来ました。ちょうどね、昼間空いてたんでね、止めました。ビッグカメラ横千日前、昨日のね、夜中に出て、夜中で10時ぐらいに出て、静岡まで行って、そこで1回ご飯を食べて、静岡で寝たのかで、大垣までさっき行って朝食を食べたのかな、大垣でね。でそこからまた1時間ぐらいで大阪着いたんで、これからね、昼飯とかおつまみとか食べて食い倒れして帰ろうと思います。はい、大阪来ました。どこわかんないけど、はい、で行くよ。とりあえず大阪来たんで、なんかご飯食べて帰りましょう。じゃあね前は撮ってる。はい、大阪、なんかそれっぽいよね。あ、串カツ誰もだ。前回行ったら串カツだから、これ去年食べたとこはね、後で見た、来ようか。並んでるよ、串カツだるまだ。綺麗になった道頓堀。道頓堀か。パパ見てよくわかんない観覧車みたいなやつ。あるよ。懐かしい。見て。たこ焼き、あっち来てながらたこ焼き、うん、食べて。食べんの？食べて。腰がいい。美味しそう。なんか鯉のぼりを横にしたみたいになってるよ。はい、これいただきます。あっちやべえ。うまっ。あっこ、ソースマヨ食べますね。美味しかったね。はい、ラスト1個。待って、もう猫舌だから無理だよ、そんな一時で炊くな。じゃ食べようか。ネギいっぱい。大阪の人は一人一つ食べてるよね。すごくない？9個食べれないよ、一人で。あと他のを食べたい。すごいな。どんばいあるの。ここどこ？ブリコ。じゃあブリコと同じポーズして。合ってる？もう手上。はい、手上。はい、さあ。はい。下からブリコのもの。じゃあ串カツ行ってく？どういうこと？串カツ行ってく？行きましょう。行ってく。何て書いてある？二度漬け、お断り、レイ。これ何これ？キャベツ。美味しい？うまい。美味しそう。美味しそう？じゃあ食べてください。じゃあよくわかんない、なんか。いっぺんに来ちゃったね。はい、どうするんだっけ、これは。二度漬け禁止。はい、一気にいっぱいつけてやめちゃう。じゃあつけすぎなくていいんだよ、ちょいです。で、サラサラサラです。チーズ。おいしそう。これ。おいしそう。聞いたことない。多分ナンバーもどこもやってると思います。おー、さすが。